方で多くの愛をかけたユージだったが、納得のいく釣りはできていない様子。今度は先ほどのポイントの少し上流、堰堤のすぐ下にある左岸側の流れにおとりを通してみる。ちょっと下でまあ1時間ぐらいやったんですけど、ちょっと釣り荒れてんのかもしれませんね。まともなとこは釣れへんので、で反対向いてちょっとパラパラっと釣れたんで、足元がね、だからちょっと穴場みたいな場所の方がええんかなとか思ったりしてます。ちょっと上流上がってきて、ちょっとこの分流みたいなあったとこちょっとやってみよう。この日は月曜日で、しかも祝日、暦上3連休の人も多かったことだろう。ユージの分析通り、川が釣り荒れてしまっている可能性は高い。岩盤の溝なんですね。ここからなあかんやろ。え？かかった。かかったけども、あ、バレたわ。ほんまに当たりが出えへんでしょ。これちょっと問題やな。もっと引っ張りいいな。引っ張らへんから針が食い込まへんすよ。バーンとかかってないんで、なんかふわっと引っかかって針背中に覆ってる感じ。トップトーナメンターのユージといえど、釣りの中で魚がバレるのはつきもの。しかしこの日は何かが違っていた。かかってるわ、ほら。かかってんねんけど、もう今でも全然わからんぐらい。あ、バレた。そこへ持ってきて身が柔らかいっていうね。ここに来てバレが連発。何か打開策はあるのだろうか。だいぶ出だしよりかは分かってきましたけど、縄張り範囲が広いのと、ちょっと拾い釣りみたいな感じが多くなるね。ちょっと針の号数を上げるか、ちょっと軸の太い魚、針に変えるか、なんか考えるとちょっとダメですね。一個ずつですよ。一個ずつ、初めての川は。とりあえず無難なことからやって、例えば針が、まず鮎の追い方ですよね。どういう鮎がいるんか。で、どれぐらいの魚の大きさか。で、どういう場所でかかるか。お？かかってる？今のでかかってるんですよ。なんかようわからへんでしょ。でもまあまあええ魚なんですよ。ほら、めっちゃええ魚。せやけど今のリプレイで見てもらっても分かるぐらいね、めっちゃ当たり小さいですわ。ココンってきて、それでもこんな魚、めっちゃ綺麗な魚やけどね。この後ももどかしい釣りが続く。鮎はかかるが、どれも単発で取り込むことができるのは小さな個体ばかり。かかった。か
かったけどさ。黄色いんやけどね魚。それでも引っ張らへん。難しいな。そして魚がバレる問題もなかなか解決しない。分かった。今なんか全然当たり出てないんですよ。全然当たり出てない。また割れた。これはちょっと問題やね。でこれバーンと走ってないんで、多分ね針がしっかり入ってないような気がするんだよね。おかかった、これかかってるんですよ。ほらかかった。で今ちょっと待ってみました。ほらまだ割れる。これね、なんやろうねこれ。神隠しに追ったぐらい。今なんか完璧に待ってたじゃないですか。ガガガガガガガって、それがバレるんですよ。針も伸びてないしね、完璧は思うけどな。え、どうやって取れんのここの魚。なんか針の肩が合うてへんのでしょうね。これ竿が硬いとか柔らかいとかでねフォローできるもんじゃないですよ。これは絶対針。針の形状と針の大きさとその辺のバランスだけのもんです。だからやっぱ針って結構いろんな種類がやっぱいるんですよね。ものすごく当たりがきついとこもあれば、こういう当たりのとこもあるんで。もちろんユージはこの実調中もさまざまな針を試している。しかし手持ちの針の中でなかなかこれといったものを見つけることができない。え、何やろ今の。うわ、こんなやつもいいんやね。あゆかこれ。あ、バレた。え、なんでこんな嘘みたいな話あります。完璧に。言っときますけど、これ嘘でも何でもないからね、マジやからね。腹立ってきた。こんなんある。なかなか打開策を見出せないままこのポイントに来ておよそ2時間が経過。思うような釣りができず苛立ちを隠せないユージだが、その苛立つ気持ちを抑えるのはやはり水無瀬川の美しい鮎だった。ここめっちゃかかりそう。かかった。ほらそこでしょ。そらそこやと思ったの。めっちゃ引っ張んな。この魚ほんまに綺麗なんですけど、見てくださいこれ、この背びれ。うわ、もう脂びれまで、もうちょっとですけどね。でも太鼓ある、ほんまに綺麗な魚。オレンジなんですよねここがね、全部。これなかなか少ないですよ。綺麗。残り時間2箇所ほど別の筋におとりを通してこの日の釣りを終えることにしたユージ。背がかりですよ。結果として水無瀬川の美しい鮎をたくさん見ることはできたが、鮎釣りのトップトーナメンターとしては課題の残る一日となった。はい、今日の半日の釣果ということで、
まあこんなもんですね。こんな感じ。結構まあまあでかい魚はこのサイズ、小さいのはね、ほんと小さいのもこんなもいましたけど、ただまあこれがだいたい、そうやね、これぐらいがレギュラーですね。これぐらい。ただこの鮎がしっかり針にかかってるにもかかわらず取れてへんっていうのがちょっと今回の、まあ今日半日やった課題で、まあでゴミがね、ちょっとまあ前日の雨でちょっと結構ゴミがまあ流れたりしてるんで、まあ服を張ったりもちょっとしてみたんですけど、まあ明日はその例えばハリスの長さであったり、ちょっとその辺をこだわって、で今日でもね、今も夕方かかってるのが黄色い鮎なんですよ。黄色い鮎が口がかりっていう、それがね、いかに背中に乗せるかっていうのをちょっと明日課題にして、あと針を絶対大きく、もうこれはもう課題として明日頑張っていきたいと思います。この日出た課題を踏まえ、ユージはどのような解決策を見出すのだろうか。翌日の釣りも楽しみである。翌日、この日も素晴らしい青空が広がった秋田県水瀬川。ユージは前日出た課題の答え合わせをすべく、再び鳴瀬川との合流付近のポイントに入る。若干濁りは残っているものの、前日よりもコンディションは回復している様子。ということで早速実調と思ったのだが、2日目ということで、今日はですね、まあ、時間が押してます。出ました、現在10時6分。結局また10時スタイルやんって思うんですけど、これには理由があります。僕は大丈夫です、早く起きてますよ今日は。そやけど、ね、道間違えましたよねということで、くる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 回って1時間ぐらいこの辺を迷子になってました。大物川の合流まで何かしら見に行ってたんですけど、ごめんなさい、まあ、10時ということで、まあとりあえずちょっと遅めですけれども、今日はですね、まあ、昨日の反省点を生かして、ちょっと針を大きくしたり、またラインはまあ今日はね、ちょっと昨日より色良くなってきてるんですよね、だいぶね。ですから、まあ、下の線も攻めれたらなと思いつつ、まあ、フロロのままで、ちょっともう一度ゴミが少なくなってるんで、フロロのままでスタートして、ちょっと針の号数を昨日は 6.5 号でかなり失敗したんで、今日は7号にして多分がっつり釣りたいなと思います。目標50。目標は50匹、達成することはできるだろうか。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。